はいどうも皆さんこんにちは、カンタです。今日は今週の無課金ハオオーダーの紹介をやっていき、19日から26日までのやるべきことイベント勝ち予想をやっていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。早速今週の無課金ハオオーダーのコーナーから入っていきます。まずはオーダーを見せします。投手がこんな感じで、野手がこんな感じです。先週からの変更点としては、中村選手と大山選手を入れ替え、スピリッツ200アップとなっています。大山選手はストック経験値を少量使用し、ミパ同値が決まりました。そしてチームスピリッツコンボの方を見ていきましょう。チームスピリッツ107304、最大コンボ上昇量9322となっています。そして能力チャートの方がご覧の通りとなっています。続いて覇王の順位推移はこちらとなります。今週は週の出だしの順位が悪く、途中で大山選手を投入し、安全な順位推移になりました。まだまだオーダー強化予定もあるので、しばらくは大丈夫でしょう。ただ油断はせずにいきたいと思います。続いて試練アイテムの状況としてはこちらになります。大山選手の特殊能力を上げた分、若干数が減っています。ある程度貯金はありますが、育成中の選手の特殊能力を上げるとなると数が不足している状況です。 S ランク限界突破コーチの枚数は変わらず30枚となっています。そして将来のオーダーとしてはこちらになります。まず投手の方は、大瀬良選手と平選手、伊勢選手と中川選手、平井選手と栗林選手、松井選手と大勢選手、上沢選手とウェンデルケン選手を入れ替え、大竹選手を継承し、スピリッツ1170アップとなる予定です。この入れ替えで楽天枠がいなくなるため、野手の方で調整していきます。続いて野手の方は、大島選手と島内選手、今宮選手と吉川選手、山田選手と殿崎選手を入れ替え、スピリッツ365アップとなる予定です。大山選手の同値が決まったため、殿崎選手も投入可能となりました。ただこれで最新スピリッツの総力型が2人になってくるので、いい感じにバランスを整えていきたいところです。今週の無課金ハオオーダーの紹介は以上となります。続いて19日から26日までのやるべきことイベント勝ち予想の方に入っていきます。まずは19日日曜日の判明予定、クロス PS 対決動画が公開され、エキサイティングプレイヤー関連の情報が解禁となります。明日は楽天、ロッテ、巨人、ソフトバンクの選手が判明予定です。また同時に勝敗予想の生配信が3週連続で行われ、そちらの最高報酬が S ランクエキサイティングプレイヤー契約書第1弾ということで、動画内でのダーツ廃止の可能性が出てきました。その他の報酬次第ではここも解約と言えるでしょう。続いて20日月曜日の配布予定、最強決定戦セリーグ限定リーグ、パリーグ限定リーグ、コスト630リーグが終了し、ランキング報酬が配布されます。上位を目指している方は目標の順位に入れることを祈りましょう。ちなみに自分はセリーグ限定リーグで参戦しており、ご覧のような状況です。続いて20日月曜日から24日金曜日のイベント更新前にやるべきことチャレンジカップをこなしましょう。今来ているイベントプロスピー妖怪道はスタミナを使うイベントとなっていますが、余裕を持って累計が終わるイベントとなっています。次のイベントもスタミナを使うイベントが予想されるため、なるべくイベント更新前に終わらせておきましょう。必ず自然回復分のスタミナでこなしてください。ちなみに次は12チームカップとなっています。続いて22日水曜日から可能なこと、調子くんの宿題の得点で経験値 1.5 倍が選択可能になります。育成効率が大幅に上がりますので、ありがたく選んでいきましょう。選ぶべき得点に関しては毎回のイベント攻略動画内で触れますので、そちらを参考にしてください。今現在はスタミナ回復推奨、累計終わり次第経験値推奨です。続いて23日木曜日のガチ予想、この日はイベントガチャの更新日が重なっており、終了時間からメンテナンスが入ることがわかるため、タイムスリップセレクション第2弾の登場が濃厚になります。タイムスリップ第2弾は自チーム確定ありとなり、渋めのラインナップが予想されるでしょう。続いて23日木曜日のイベント予想、ガチ予想の部分で触れた通り、この日はタイムスリップ第2弾の登場が濃厚なため、それに伴ったランキングイベントが予想されます。第2弾はボーナスなしのランキングイベントになるでしょう。ここで直近できていないランキングイベントを見てみます。まとめると、11月28日からプロスピヒーローズ、12月29日からネットスタジアム、1月19日から必勝アリーナ、2月22日からターニングポイント、3月7日からバッティングトラベラー、4月25日からプロスピ応援団となっています。予想としては、本命がボーナスなし対応イベントの中で最も来ていない必勝アリーナ、対抗が次に来ていないバッティングトラベラーとさせていただきます。
続いて25日土曜日もしくは26日日曜日のガチ予想。この日はタイムスリップ登場数日後ということで、 A ランク以上確定スカウト、自チーム確定スカウトの登場が予想されます。ボーナスは絡まないため基本はスルー推奨です。19日から26日までのやるべきことイベントガチ予想は以上となります。1週間の予定は把握できたでしょうか。今週はタイムスリップ第2弾が予想されるということで、重要な更新になると思います。どんな選手が登場するのか楽しみに待っておきましょう。この情報が良かった方、今週の更新が楽しみな方、ぜひ高評価チャンネル登録のほどよろしくお願いします。続いて今後の主な日程に関してです。今現在確定している日程、予想を合わせたものとしてはテロップの通りとなっています。動画内でも触れた通り、明日プロスピエース対決動画公開となり、エキサイティング関連の情報判明があるでしょう。そして23日からタイムスリップ第2弾が予想され、球審祭が6月10日から開始予定となっています。交流戦活躍選手予想も今月末から予想され、徐々に盛り上がりを見せそうです。続いて新戦力の開封期限が迫っているということで、改めて現状を確認していきましょう。状況としては変わっておらず、球種が強い佐々木選手と桜井選手、一軍で活躍している漆原選手がおすすめとなっています。各自のチーム状況に合わせて選択をしていきましょう。ちなみに自分は純正強化も兼ねて佐々木選手を取る予定です。続いては S ランクミキサーの方1回だけねやっていきたいと思います。まあエース追加と三塁手追加でだいぶね当たりの選手も増えてきたので、まあいい選手当たってほしいところです。まあ今現在の自分のね補強的に、まあ補強これ以上しなくてもまあ問題ないぐらいはできてるんですけど、まあせっかくなんでね、まだまだ一応球は残しといたので、まあ1回だけ今回やっていこうと思います。まあそうですね、狙いは中継ぎ抑えがもういっぱいいっぱいなので、先発か、まあ先発よりもさらに野手が欲しいっていった感じですね。そんな感じでやっています。さあお願いします。スキップしましょう。おー、レイノルズ選手、まあ言っていたね三塁手来たんですけど、レイノルズ選手はちょっとね A ランクが持ってません。まあ後々ねちょっと助っ人外国人の覚醒なんかでね A ランク出してくれればいいんじゃないかなと思います。ということで契約書開封の、あ契約じゃない、ミキサーの結果はこんな感じです。続いて毎回恒例のイベント途中経過です。日付変わって撮影している18日10時現在、イベント攻略動画で解説した通り、今のところ自然回復で進め、得点はスタミナ回復を選択している。自分の進捗状況としてはご覧の通りとなっています。行きたい報酬の方は2体という状況です。引き続き毎回の動画でイベント進捗状況は紹介していきますので、進みの目安としたい方は参考にしてください。本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。明日は動画内でも触れた通り、エキサイティングプレイヤーの情報判明があるということで、エキサイティングプレイヤーについての動画を上げる予定です。よければ見に来てください。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。